皆さんこんにちは、四日市市議会議員の谷口修一です。皆さん突然ですが、マイナンバーカード持ってますか？利便性高まっていったりですね、使いやすくなっていくっていうことですので、今日はこのマイナンバーカードをまだ持っていない方のためにね、いろいろメリットをお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。四日市の普及率ですけど、これ今 21.02%、 国がね 25.11% なんで、四日市は5人に1人、国は4人に1人がもうすでにマイナンバーカードを持っているっていう状況なので、四日市はちょっと国よりもね、まだまだ普及が進んでいないっていう状況になってます。マイナンバーカードが普及しない理由に、私は主に大きく2つあると思います。1つがですね、もうただ単に申請がめんどくさいと思われる方が多いで、またもう一つは個人情報の漏洩、これがね心配でなかなか登録できないっていう方もねいると思います。ただ単にめんどくさいと思っている方、実はこれすごい今簡単に申請することができます。いちいち市役所に行かなくてもスマートフォンとかパソコン、こういったものでも申請できるようになっておりますので、概要欄にリンク貼っておきますので、もうぜひ今やろうと思ったらぜひ今日やってください。あとですね、個人情報が漏れること不安に思われている方、マイナンバーカードには、他人に悪用されないシステム、これいろいろと備わっております。でもね、これ個人情報が漏れたっていうニュースは本当にたくさんあるわけですよ。なのでこれいくらシステムが揃っとっても、そんな嘘やんとか信用できやんわとか思われると思うんですよね。ただですね、これマイナンバーカード本当にこれからたくさんの利便性高まっていきますので、今の段階でもうマイナンバーカードを持たないってね、決めてしまうのは本当にもったいないと思います。マイナンバーカード、作った後もやっぱりこう任せっきりにするんじゃなくてね、常に自分で情報が間違ってないかなとか、チェックしていくことも大事かと思います。答え、小乳郎くんは6歳でした。永遠の6歳だよ。現在マイナンバーカードを持っているとできること、こちらです。各種証明書をコンビニで取れる、健康保険証として利用できる、確定申告ができる、本人確認書類になる、そしてマイナポイントがもらえる。1つ目、各種証明書がコンビニで取れる。先日ですね、子供の、携帯を契約しに行ったんですけど、その時住民票がねこれいるって言われたんですけど、土日でありまして、これなかなか土日では取れないなと思ったんですが、マイナンバーカード持ってたんでコンビニですぐ証明書を取ることができました。もうその日のうちに子供の携帯の契約もできましたので、これ本当にねありがたかったなと思いました。次に、もう3月からいよいよ健康保険証としても使えるということです。仕事とか住所が変わってもそのまま使えるんです。よくあると思うんですけど、就職したばかりとか転職したばかりの時にまだ健康保険証が届いてなくて、その時に限って病院に行かなきゃいけないとか、そういったことありますよね。その場合全額自己負担っていうこともありますので、これマイナンバーカードを持っていると本当に非常に安心かと思います。もう一つ、お薬手帳、これ私もよく忘れるんですけど、これマイナンバーカードを持っているとお薬手帳の代わりにもなるんです。さらに、限度額適用認定証の発行もですね、なくなります。3つ目、これ確定申告ができるということです。ふるさと納税やっている方もねたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、オンラインで、申請できるとね非常に便利になります。医療費控除、これ確定申告するときに必要かと思うんですけど、これもオンラインでできることになります。次に、本人確認の書類になるということです。運転免許証、これも返納してしまうと証明書なくなっちゃうので、これマイナンバーカードがあると非常に便利です。そして最後に、これ今なら5000ポイントのマイナポイントがもらえるということです。子供もね対象になってますので、子供多ければ多いほど申請できますので、ぜひこれもね活用していただければと思います。いろいろとマイナンバーカードのメリットについてお伝えをさせていただいたんですが、四日市に限って言えば、まだまだ他の市町に比べてこのマイナンバーカードのサービスが、充実しているかっていうと、なかなかそうは言い難い状況であります。他の市町ではもうすでにこのマイナンバーカードを使って図書館、図書カードの、代わりとして使って、
近隣の市町と共通の図書カードとして使っているところもありますし、またあのこれ子育て世代には本当に便利なんですけども、毎年提出する児童手当の申請、まあ、これがすでにマイナンバーカードを使ってオンラインで申請ができたり、保育所、まあ、この入所の手続きもねカードを使ってできたりと、まあ、そういったさまざまな、マイナンバーカードを使ったね利用っていうのが進められております。まあ、四日市においても、まあ、ぜひこういった取り組みを参考にしながらね、マイナンバーカードを使った利便性高めていく取り組みをね進めていかなければいけないと思います。あのぜひ皆さんにもねこのマイナンバーカード、まあ、こういったことに使ったら便利だよとか、こういったところにねマイナンバーカードを使えないかなとかね、ぜひそういったご意見お聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。四日市クイズ問題、四日市港を作ったのは誰でしょう。答えは次の動画です。